化け猫ゾロゾロの第2弾、今回ガチャと一部ネットで購入しまして全種類揃っております。化け猫ゾロゾロといえば第1弾で結構アソート率が鬼だということが分かっているんですけども、今回ガチャの方で運よくレアっぽいものが出てくれたようです。ネットで購入したこの4種セットがやたら余ってるようなんで、先にこっちから見ていきましょう。リーフレット、化け猫ゾロゾロその2、全7種1回300円、キタンクラブさんでございます。ラインナップはこんな感じ。第1弾と比べるとちょっとどちらかってるような、感じもあるんですけども、今回一番狙ってるのはこれ、トン。化け猫ゾロゾロのメインキャラクターでもあるトン、これが一番欲しかった。あと残念ながらこの悪ガキの少年はね、ラインナップに入ってないんですけども、こちらがトンです。なんか可愛いというかかっこいいというか憎たらしい表情してますね。腕を組んで足ちょっと前に出して堂々たるポーズです。そしてやたらになびくマフラー、でこの尻尾もすごいですね。燃え盛るようなすごい尻尾だけど、体のブチ模様が可愛いです。何よりも一番気になるのがこの立派な猫ふぐりですね。立派。今回このトンがレアなのかと思いきやそうでもないみたいです。あとここにトンみたいなキャラクターがいるんですけど、なんかデザイン違うんで別のキャラかな。これ第1弾のリーフレットに今回のデザインのトンが書いてあります。マフラーと尻尾再現されてますね。このオリジナルの味のある絵よりかは少しマイルドな感じになっています。はい、次こちらニャラゲ、ニャラゲです。これはなんかスタンダードな宇宙人みたいなフォルムですね。クリアカラーですごく綺麗、なんかちょっとこの鼻の穴の大きいいやらしい感じの顔してますね。いや、なんか各方面でよく出てきそうな宇宙人のフォルムですけど、私はメタルスラックを思い出しました。これたくさん集めたら侵略してくる感じを再現できますね。次こちらモタネコの親です。なんかこの目に光が反射して命が宿りますね。モタネコって何なんでしょうね。元ネタは何だろう。ずんぐりむっくりなフォルムですけど、割と猫そのものに近い真っ赤な舌をちょろんと出しております。猫というかね、犬っぽい感じですね。そしてこのモタネコの子供もいるんで出しましょう。よっと、こちらが2体セットなんですね。この2体先にさっきのモタネコの子供バージョンです。これめちゃくちゃ可愛いですね。ミッフィースタイルの口です。このまん丸で真っ黒な目はね、遺伝されております。こう大人になっていくごとにいろんなところに余計な毛が増えていくわけですね。この股の毛は子供のうちからしっかりと生えております。はい、そしてこちらダルマ猫がセットになっていました。ダルマの猫、ダルマから手足がガバッと出てきたような気持ち悪い感じですね。この生々しい肌、でも毛が生えてます。ちゃんとこの足の感じが生々しいですね。本当になんかダルマの着ぐるみを着た変な人みたいです。お次、胴体と首をグッと。こちら土産に合う胴、土産に合う胴です。首が長い、今回の中で一番ボリュームがあります。この着物、このしなやかなボディ、猫背、プリッと出たお尻、この顔、首、これは妖怪感があってすごくいいですね。この舌、長い舌にブツブツがついてます。気持ち悪いですね。この舌でいろんなものを絡め取るわけですね。そしてこの手のところに謎の穴があるんですけど、これがまた別のやつ。よっと、こちらも2つセットでございます。まずはこちらニャウチン、猫の提灯のお化けですね。そしてこのニャウチンをさっきのやつに持たせることができると。この口がいいですね。体ごとグイッと開けてる口がいい、重たいまぶた。そうそう、これはこちら葛飾北斎のお岩さんと提灯仲間ですね。これは一緒に飾ろう。このニャウチンはこれだけあってもどうしようもない感じになっちゃうんで、土産入道とセットで手に入れることが必須です。ここに刺す、こんな感じ。これはいい、このセットは最高ですね。ちょっと垂れすぎか、置くと床についちゃうじゃんこれ。ほらもっと上向いてるんですよね。手が可動式でした。これこんな感じですけども、これはめちゃくちゃいい、いいコンビですね。この妖怪っぽいやつが妖怪の提灯を持って練り歩くと、で2人で真っ赤な舌を出してるのがまた可愛いですね。はい、そして忘れそうになるのがこれ、猫玉、人玉ですね。このニャウチンとセットになっています。これはね、すっごくシンプルで、またクリアパーツでね、すごい綺麗です。これは猫ふぐりか、こいつにもついてる。この困り顔がすっごい可愛い。これこの台座、これニャウチンのやつですね。ニャウチンのやつ、どうしようもなくありませんでした。ちゃんと飾れます。でもう一種類で最後です。いやと、
はい、最後は細かい感じですけども、こちら羽子と猫板のセットでございます。というわけで羽子板の猫バージョンと羽、ちっちゃい羽の猫、重りのところが猫になってます。かわいい、ちっちゃい、こんなちっちゃいのが入ってるとは。まあこれは妖怪なんだかなんだかって感じですけど、まあこれは飛んでるんでしょうね。この紐のなびきがいいです、こんな感じで。これ裏に化け猫ゾロゾロと、羽猫はそのままで猫板には台座がついています。でこれ後ろに紐も固定するようなところがあるんですよ。紐はこの位置でちゃんと固定して飾ってくださいというこだわりっぷりです。はい、という全7種でした。この猫板あえて斜めになるようになってました。こだわり、やはりトンが一番欲しかったんで嬉しいんですけど、この土産に合う銅とニャウチン、このコンビは強い。これは間違いなくおすすめ。ぜひこのセットで手に入れてほしいです。あとアソート率は結局よくわからないんですけど、この2個セットになってるやつらあたりがちょっと出にくいのかなという感じです。今回ラインナップ結構細々としてるんで、全種類集めるとかなり賑やかです。さらに第1弾も加えるとまさに化け猫ゾロゾロという感じ。あともし第3弾が出るならこの少年を絶対に加えてください。まあそんな感じで化け猫ゾロゾロその2でした。